今日の地面がすごくデコボコしてるから、平らなとこ選んでやりましょう。鼻がおかしい。この子は少し高い、下げて、これくらい曲がってる。なんだこれ、曲がってるぞ。地面が曲がってるか、かなり曲がっちゃった。まあいいや。それではこの子を起動して、PC リモートに設定しておく。閉じる。行こう。確かマニュアルになってるな。これで音で50分の1で ND8 です。 ND8 いい感じだな。うん、あら、あららららら、虫よろしいでしょう。 AFA、 AFC にしないとダメかもしれないし、あ、これはこいつで2秒に設定しておきます。2秒でしょ。いや、 C に戻しておこうね。 C? あ、あ、そっか。ドライブモードを2秒にしておくと C が使えなくなります。 AFC が使えなくなる。テッコテッコじゃいます。はい、こっち起動するの忘れてました。レブンライ起動。見えてる、見えてる、ピカピカしてるの見えてる、見えてる、ピカピカ。ちょうど見えないか。下げる。見えた。今ブルーになったでしょ、ブルーになったでしょ、レム内ブルーになったでしょ。曲がってる。はい、これで水平。こっちを起動する。はい、よいしょ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 。一箇所のどこしょで四箇所のしょ。レム内、ああ、来た来た来た、あ、繋がっちゃった。これしばらく待ってると自動でつながるね。マニュアルモードだとよ。はい、これでよろしいでしょう。ちょっとこの辺からか、こっちがいいのかな。君の絵の方が綺麗だろうね。ちょっとこっちが明るいけど、列車の後ろがほら暗いから顔が捉えやすいんじゃないかな。ということで、君はこっち来てください。こっちで、こっちで、こっちで。チャリが結構邪魔になるけど、ただこう下げちゃって、でもって上にちょっと上げてあげる。このぐらいで行きましょうか。で、君はこっちと。ゆっくりヒット、この子もこの子のや、1616だから多分この辺で大丈夫なはずだよ。あら、すっごい曲がってんの、地面がね。すごいひん曲がってるから、こういう時にレベルがあるとすっごい助かるの。センターポールだけをこう傾けることができるから倒れないですのよ。倒れねえよ。低い、もっと低い。低く狙う。反対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 。これだと近いかな、近いかな、近くてもいいことにしてちょうだい。あ、これ入らねえわ。あ、来た。うん、
これで、あれ？この子にチャージがいってないな。まあいいや、このまま行きますよ。あ、腰が痛い。多分これで座ればいい感じになるでしょう。おお、なったなったなった、いい感じになりました。少し暗いかなかなってぐらいです。うん、少し暗い、ちょっちゅ暗いから、これを ISO 感度どうしようか、少し上げてみようか。125160200まで上げてみた。 ISO 感度200まで上げてみた。いいんじゃねえかな。ちょっとカプチャーして見てブー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 、今日も京都で、すげえ、まだいるな、じっちゃん。ちょい、はい、顔に光線当ててあげればフォーカス来る。 ND8 1枚だから、なんか2枚つけちゃうともうダメなのね、フォーカス効かなくなってくるね。いいんじゃない？あれ？なんでだ？この子チャージが入らないな。チャージしてないとおかしいんだよ。お？ほんまに。まだちゃんと動いてないのかな？録画スタートする。スタート。スタートしました。あ、頭切れてる。これほら、写真だと、4対3だっけ？で、動画は16対9だから、頭がちょっとグッて、狭くなる。上と下が狭くなるからさ。これでいきますと、今16になってたよな。16ミリになってたよな。なってた。なってるなってる。これで、今日は頭が回っておりません。ジョイスティック、オン。ほい。ほら。ほら。ジョイスティックでちょっと上上げてあげます。こんなもんで、こんなもんで、こんなもんでいかがなもんでしょうか。いいことにしてください。若干暗めかな。こっちが明るいから、こっちがね、明るいから、いつも暗くなる。ただ、この子に関しては、大丈夫なんですよ。向こうかなり明るいはずなんだよね。逆光だから。それでも、顔はしっかり撮れてる。お前何やってんだよって言いたくなるでしょ。また言ってるけどな。うん。では、長くなるので、ストッピ。ピンクロシンちゃん。今、フォトモード。こっちでやってみるか。また行かないね。顔に行かないね。来た来た。ちょうどこのタオルにしちゃうな。タオルにしちゃうから、こうやって、じゃあこうやって。ダメ。やはりここ来ちゃう。この子に来ちゃう。これだけ離れてると、フォーカス、顔に来なくなる。ボケちゃう。こっちだと、この辺に来てるから、多分大丈夫。これぐらいだと綺麗に撮れるはず。
はい、この前撮った分これドジっちゃって写真消しちゃったんだよね。転送したつもりになってコンピューターに転送したつもりになってカード戻して、ああいやいや捨てちゃえ、コンピューター見たら写真がない、あ忘れた、やってもうた、やってもうちゃうんです、やってもうちゃうんです。うん、今日のは綺麗に撮れてるでしょ。木漏れ日の中で、あら、あらら、また消えた。これもすぐ切れるんだよな。ほら、勝手に勝手になってる、勝手になってる。ほら、動かしてないんだよ。動かしてないんだけど、今ズームかかっちゃってる。おかしいんだよ。おかしいんだよ。勝手に自動でビーって望遠になってくる。変でしょ、変でしょ、変なんですよ、本当に変なんですよ。ピロリン、you